ブラウンズだと思います。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はこちらザラでね、可愛いやつ見つけちゃったんだで連れて帰ってきました。はい、5,990円、 M サイズを購入しています。コットンです。後ろがねファスナーになってるのでちょっと着づらいかなって。ただここまで開くので下からねこうスススススススッと履きながら着ることも可能ですね。あとねとにかくこれ何があってね、この袖のふんわり感にやられました。綺麗にウエストの部分切り替えされてたりとかね、バストの部分とかも立体的にちょっと縫われてたりとかして着るととても綺麗なんです。で袖の部分がちょっとこのようにシュクシュッとなってて、ファスナーがねついている関係で腕のところにちゃんとフィットして、この袖のボリューム感をより上にねキュッと出してくれるようなブラウスです。でね、白のシャツブラウスって私結構たくさん持ってはいるんだけれども、やっぱり徐々に黄ばんでったりとかねするじゃない。だからなるべくこういうねちょっとデザイン性のあるものを取り入れてみたりとか、新しいものにちょっとチェンジしてみるっていうのも必要だと思うの。あともう一つね、こちらと合わせて購入したのがじゃん、こちらのピアスです。2,590円かな。このねレディーライクなブラウスも合うんじゃないかなと思って購入してきました。このブラウスがメインとなっていくつか試してみたいと思います。ちなみに今日のコーデなんですけれども、前にテレビに出た時にレポーターの女性にパンツまでシルバーだったので、本日焼きコーデって言われました。はい、前にザラで買ったドカジュアルコーデのドカジュアルパンツ、それから GU で買った990円のバレーシューズでシルバー合わせでございます。それではチェンジ。じゃあ次はこの見てね、この袖の感じが絶対可愛いと思って連れて帰ってきたブラウスです。可愛くない？どう？袖がすごく今時っぽいのでね、これ実はこれぐらいの長さです。はい、パンツの時はねこれぐらいがいいと思うんだけど、スカートだったらねもしかしたらここにベルトするか、もしくはこれぐらいね中に入れていただく方がいいかもしれません。では、はい、このようにユニクロのイージーパンツと合わせてみました。軽装な色コーデ、はい、でジャケットを着てしまうとこの袖のねふんわりしたところがもったいないので、ちょっとできればねジャケットを着ないでこのままお召しいただけるといいなと思います。もちろんねパンツは違う色なんでもいいと思います。はい、ちょっとね爽やかで清楚な感じかなと思って、いかがでしょうか。はい、黄色いサラのパンツと合わせてみました。下こういう鮮やかな色を着ると余計にこのね袖のふわっとした感じがいいですよね。これね5,990円には見えないと思うのよ。ほんと高見せブラウスだと思います。家にね一目惚れして買ってきてよかったな、持って帰ってきてよかったなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もお待ちしてます。ではまたね。